ほしかったらちゃんとノルマ達成してみろよタコ。人はなんで働くんだろう。申し訳ありませんでした。すみませんでした。よろしくお願いします。生きるために働くんだとしたら俺は生きているって言えるんだろうか。けれど全てが変わった。久しぶりやな。俺や山本や小学校以来ちゃん。普通わかんねえよ小3の時以来会ってない同級生なんて。幼馴染を名乗るこの男を正直俺は覚えていなかったけど、一緒にいるだけで前向きになれるような気がした。青山君最近変わったね。ただあいつは3年前に死んでいた。僕も発注者が間違ってます。契約なんて仲良し恋して取れるもんじゃないんだよ。謝れよ。すみませんでした。なあ高志、仕事変えた方がええんちゃうか。人生は誰のためにあると思う。お前を大切に思ってる人のため。君は僕の心。たまには母さんに電話してやれ。どうでもいいお時間があえてお前の声を聞こうとしてるんだ。あの子あなたのこと待ってますよ。山本、お前一体何者。